珠洲市宝立町に建てられた木造2階建ての仮設住宅。こちらには合わせて135戸分が整備される予定で、これまでに60戸分が完成しています。設計を手掛けたのは、これまでも被災地の住環境の改善などに取り組んできた建築家の坂茂さん。釘や接着剤を使わない素材を用いて建てられていて、住み心地が良く、通常の入居期間を過ぎても解体せずに住み続けることができます。これから日本の仮設住宅を変えていくべきだと思っています。それの一つの、いい例になったと思うんですけども。坂さんが設計を手掛けた仮設住宅は、輪島市でもおよそ30戸分が整備されるということです。